のネタの妄想じゃないそうですということで、今回はですね34枚目シングル選抜メンバーがついに決定したぞということで、まあ、その34枚目シングルでですね期待すること5000。はい、ということで、まあここからねいよいよ選抜メンバー決定して、まあここから本格的に34枚目シングルのね活動が始まっていくと思うんですけれども、まあその中でですね、この34枚目シングルで期待することだったりだとか、まあ楽しみなことだったりだとか、まあそういうのをですね5つ個人的に、楽しみなこと期待することを紹介していきたいなと思います。それではすぐやっていきましょう。はい、ということでまず1つ目はですね34枚目シングルのタイトルですね。まあまあ当たり前やろっていう感じなんですけれども、まあその選抜メンバーが決定して、じゃあまあ次何がね、発表されるか解禁されるかって言ったら、まあタイトルになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、このタイトルもやっぱりねどんなタイトルになるのか、あ、まあこのタイトルってね結構重要な要素で、こうタイトル見て曲聴こうってなる人もね、まあ、もしかしたらいるかもしれないというところですごくね重要なものだと思うんですですけれども、この34枚目シングルのタイトルがどうなるのかっていうことでね、まあ、前回33枚目シングルはお一人様天国っていうねすごくこう特徴的なというかタイトルだったと思うんですけれども、それをね経て次はじゃあどんなタイトルが来るのかっていう感じで、まあ、個人的にはねやっぱり今回は、まあ、カタカナ、まあ、全部カタカナだったりカタカナが入ってきたり、もしくは英語のタイトル来るんじゃないかなって思ってるんですよね。理由は最近あんまりないからっていう最近あんまり来てないからっていうね、感じなんですけども、まあ果たしてどんなねタイトルに、今この画期作ダブルセンターですからね、34枚目シングル、その画期作ダブルセンターの34枚目シングルどんなタイトルになるのかっていうところね、もう期待なんじゃないかなと、楽しみだなと思います。2つ目はですね楽曲ですね。まあもう全然、まあ、当たり前のことしか言いません今回ね。当たり前のことしか言わないんですけど、まあ要はこの34枚目シングルの曲っていうところで、楽曲っていうところで、まずはやっぱ表題曲がどんな曲なのかっていうのがね楽しみですよね。めちゃめちゃ期待だなと、まあ、書き作ダブルセンターでどんな曲が来るのか、まあ、正直書き作ダブルセンターだったらもうどんな曲でもねすごいと思うんすよ。もう書き作ダブルセンター書き作どんな曲でもいけるからね、まあ、どんな曲でもすごいと思うんですけど、まあ、やっぱ個人的に見たいのはね、まあ、前回おひとり様天国がすごいこうライブで盛り上がったりとか、こう明るいね弾けた曲ではあったのかなって思ったんで、今回はちょっとこうかっこいい感じの曲とか、こうねしんみりしんみり系というか、ちょっとこうしっとりしたような感じでもいいのかなって、ありなのかなって思ってるし、まあ個人的なイメージとして、柿作の2人ってこうカッキーに関しては、まあ今までね表題曲のセンター務めてきた楽曲見ても結構明るい曲が多いじゃないですか。で作者の方はまあどっちかというと結構かっこいいかったりとか、そういうしっとりした系、まあ弱系、まあゴメフィンが特にねめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれども、まあそういうイメージ、その2人のイメージに関しては、曲のイメージに関してはそういうイメージなので、まあ、今回そんな2人がこうセンターを務める、ダブルセンターを務めるわけですから、どんな曲なのか、まあ、正直どっちもその何サクちゃんも明るいそういう曲いけると思うし、カッキーもそういうかっこいい曲いけると思うので、まあ、どういう感じになるのかっていうのがねマジで楽しみだなと思うし、まあ、あとは表題曲以外のところで、どんな曲があるのかですよね。カップリング曲だったり、まあ、アンダー曲もねそうですけれども、全部で7曲にね今回もなると思うんですけれども、この楽曲34枚目シングルの楽曲めちゃくちゃ楽しみだなと思います。次3つ目は MV ですね。まあやっぱこの MV っていうところもねめちゃくちゃ楽しみなんじゃないかなと、まあ、この MV に関してはおそらく、まあ、タイトル曲が分かった中で公開されるのかなと、まあ、今までの流れで言うとね、まあ、MV 初解禁とかもねすごいいいと思うんですけど、僕曲も MV で初解禁みたいなのもめちゃめちゃいいと思うんですけど、まあ、基本的には多分曲が先に、まあ、タイトルはもちろんですけど曲が先に、解禁されて、で、まあ、MV 公開しますよっていう感じになると思うんですけども、この MV もどんな感じになるのかっていうね、今回の34番目シングル、まあ、前回33番目シングルのねお一人の天国がめちゃめちゃ良くてね、一人ずつ部屋があってみたいな、あの MV が本当にこう全員の個性がね溢れてた MV で、なんかこう賞みたいなのもね受賞してましたし、最近本当に素晴らしい MV だった中で、今回じゃあ次34枚目シングルどんなね MV になってるのかとなるのかというところでめちゃめちゃ楽しみだし、今その MV 公開に関しても、まあ、前回の形がすごい良かったじゃないですか。プレミア公開してっていう、まあ予告1回出してね、でプレミア公開するっていう、で、まあ、他の MV もね、プレミア公開
3日間連続でプレミア公開みたいな、その形がすごい良かったんで、今回もその形でねやってくれたら一番いいのかなって、思うし、でも最近で言うと MV ある曲は4曲とかですかね。前回も4曲の MV が公開されたと思うので、まあ7曲あるうちの4曲の MV になってくると思うんですけれども、まあ本当その全ての MV に、ね、楽しみだし、まあ、まずはやっぱり表題曲の MV っていうところ、どんなね MV なのか、まあ、曲に合った MV なのかとかね、またこう曲とは違った MV もあるじゃないですか。タイトルとかとはちょっとこう違った感じの MV も過去あったと思うので、まあ、どういう MV になってるのか、各作含めね、この30番目シングルの選抜メンバーがどう映る MV になるのかっていうところ、めちゃめちゃ楽しみだなと思います。で次4つ目はですね、紅白でのパフォーマンスということで、まあこの紅白、まあ、まだねその出演するか出場するかっていうのは決まってないですけれども、まあまあおそらく出場するだろうと、今年もね出場してくれるだろうということで、じゃあその紅白で出場する何の曲を披露するのかってなった中で、まあ、この34枚目シングルも一つの候補 にはね入ってくると思うので、まあ、発売時期的に12月発売なんで、まあでも全然ありえるとは思うんですけど、この34枚目シングル紅白で見れたらやっぱ最高だなって、まあ、正直僕は どの曲でもね紅白いいんですけど、めっちゃ楽しみなんですけど、この34枚目シングルももし紅白で見れるってなったらね、まあ今年を締めくくるシングルでもありますし、めちゃめちゃいいんじゃないかなって。柿作ダブルセンターの紅白やばくないですか紅白でのパフォーマンスの可能性っていうのもね、あるし、まあ、期待だなと、34番目シングル期待だなと思います。そしてラスト次5つ目、まあ、こちらちょっと選抜ではないんですけれども、アンダーですね。やっぱこの34番目シングルのアンダーもすごいぞと、まあ、メンバー見てもねもちろんすごいですしっていうところで、この34番目シングルのアンダーメンバーっていうところ、アンダーっていうところもねめっちゃ楽しみだなと、まあ、まずはやっぱりアンダーのフォーメーションですよね、誰がどのポジションに、つくのか、そしてセンター誰なのか、今回のアンダーのセンターは誰なのかっていうところもね、まあもう時期にね発表はされていくのか解禁されていくのかなとは思うんですけど、誰なのかなっていうところを、まあね各曲の時も言いますけど、まあアンダーのね曲もそうだし、アンダーの MV、 アンダー曲の MV もね楽しみだし、アンダラもね、まあいつあるか分かんないですけども、あると思うので、34枚目シングルアンダーライブもあると思うので、このアンダーもね34枚目シングルめちゃめちゃ期待だぞと、熱いぞと、楽しみだぞと思うので、このアンダーにもですねぜひぜひ皆さん注目して、一緒に応援していきましょう。はい、ということで今回は34枚目シングルで期待すること5選やっていったんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ正直ねもう当たり前のことしか言ってないですでも当たり前だけどめっちゃ楽しみじゃないですか。今後ね、解禁されてくるこの34枚目シングルのタイトルだったり楽曲だったり MV だったりっていうの楽しみだし、まあそのねさっき紅白って言いましたけども、もしね仮に紅白は34枚目シングルじゃなかったとしても、この11月12月の歌番組でおそらくね、まあ必ず34枚目シングルパフォーマンスしてくれると思うので、そのパフォーマンスの中でもねダンス、今回のね34枚目シングルのダンス振り付けどうなってるのかとか、まあ、個人的にやっぱ期待したいのは柿作とうといシーンだよね。柿作のこうとうといシーンのがパフォーマンスにこうね、入ってたら最高だなって、思うんですけど、まあ、そういうパフォーマンスだったりとかね、アンダーっていうところ本当に楽しみだなと、期待だなと思うし、まあ、この34枚目シングルがライブで披露するのはおそらくバスラになってくるのかなと思うので、まあ、ライブでの披露っていうのはねちょっとこう先になるかなと思うんですけれども、こういったところねめちゃくちゃ楽しみだなと、期待だなと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ぜひね皆さんも34枚目シングルで期待すること、楽しみなことをコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ても散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。